藤倉周一は、日本のアナウンサー、放送評論家。昭和中期のラジオ前世紀に NHK に勤務し、第1回 NHK 紅白歌合戦の白組司会を務めたことで知られる。東京都大田区出身。日立山谷上門を親類に持ち、幼児から相撲を愛好して育つ。法政大学卒業後の1940年。 NHK に放送員として入局。東京中央放送局を経て、1941年から1943年にかけて、福島放送局に勤務。1945年より、ラジオ番組、街頭にて、の、専属インタビュアーとなる。マイクを避ける人々を柔和な語り口で呼び止める、様子などが反響を呼ぶ。1947年には、 日本のドキュメンタリー番組の先駆けである社会担保を担当。同年11月から司会を担当したクイズ番組20の扉は1960年まで放送されて長く人気を博し、回答者が問題に正解した際に藤倉が発する5名等は流行語となった。この間、第1回 NHK 紅白歌合戦。 第2回 NHK 紅白歌合戦の白組司会、エリザベス二世状態監視期中継の実況などを担当。1958年に公開された、皇太子殿下世紀のご成婚では、NHK アナウンサーとしてナレーターを務めた。1970年に NHK を定年退職後は、民放の番組へ出演したり、NHK の後輩、 高橋慶造が学園長を務めるアナウンス学園で校長を務め、後進の育成に尽力したりした。2008年1月11日午後4時53分、心不全の試し去。93歳遺没。葬儀は19日に、近親者のみで済ませ、公表されたのは22日であった。ABC 橋本和夫、日本スポーツ放送誌。 ピアニッシモ164から165、ハット AB 橋本和夫、日本スポーツ放送誌、ピアニッシモ126から127、マイクあまりダン、マイク人生裏表。ありがとうございます。